自分の世界で。はい。さん引き締まってる。いいえいいえ。引き締まっていこうぜ。おう。いいはちゃんとあのカメラの先に来てる。いつも大丈夫で正面。いい感じいい感じ。は13000。耳やってるとき声が大きくなる。は？耳やってるとき声が大きくなるから気をつけて。13000もうすぐだよ。ピッ。いやもう、ヘッドホンしていい。始まるよ、もうすぐ。よかった。ドキドキした。もう始まるかと思った。楽しいさ、楽しみじゃん。始まらんと終わらんよ。島福小学校6年、中村一雄です。Okay. っていうね。うん。ほんと？たくさん見てるってよ、すごいね。20秒前で。いいね、ノリノリ。10秒前です。はい、はい、10秒前見た。10秒前、みきこの部屋始まるよ。8月9日水曜日、みきこの部屋、今週もどうぞよろしくお願いいたします。お相手しますのは川満みきこです。この番組は毎週素敵なゲストをお迎えし、ゲストさんの活動や今後の活躍を応援していく番組となっております。ランチタイムを終えて午後のお仕事、そして夕方までの気分をリセットするこの時間帯、皆様にとっても楽しいひとときとなりますように。番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com です。また FM ギノワンのホームページでは動画配信もされております。ツイッターも連動しておりますので、よかったらツイートもしてみてください。お待ちしております。そしてスマホをお持ちの方はぜひ無料アプリリッスンラジオをダウンロードして聞いてみてください。全国のラジオ局から FM ギノワンを選曲していただくと、電波の入りづらい地域にいらしてもラジオ感覚でこの番組の生放送がお楽しみいただけます。ぜひお試しください。さて、今月8月は夏休みということもありまして、今日は可愛い小学生の仲良し姉妹をお迎えします。実は私、時々子どもたちに音楽、ピアノや歌を教えておりまして、先週のゲストさん崎山由美ちゃんも実は私がピアノを教えてたということもありましてね、先週の冒頭はミッキー先生という呼びかけから始まってたわけなのですけれども、今日お招きするゲストお二人も私が教えている生徒であります。なので番組中は先生はさーとかミッキー先生とかいう普段と変わりない、子どもたちとの会話の部分も出てくるかとは思いますが、どうぞあらかじめご了承ください。ということで、今日はそんなみきこの部屋でございます。どうぞ最後までお楽しみください。はい、お待たせしました。それではお入りください。はい、どちら様ですか？こんにちは、中村一代です。中村いゆです。はい、中村姉妹ね、一代といゆね、一代さんといゆさん、ちょっと緊張してるよね。はい、大丈夫大丈夫、全然いつもの通り行こうぜ。はい、じゃあまず2人には自己紹介をしてもらいましょう。じゃあお姉ちゃんの一代さんからどうぞ。島福小学校の6年、中村一代です。はい、じゃあ妹のいゆさんどうぞ。同じ島福小学校4年の中村ゆです。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。どんな緊張は？バクバク？ちょバクバク。もう帰る？いやね、帰らんよね。よしよし。じゃあ緊張してるかもしれないから、2人の紹介もしながらだけど、先生がじゃあ質問するから、ちょっとずつ2人で答えてくださいね。はい、いいですか？じゃあ第1問目いくぞ。2人はね、仲良し姉妹ということで今日お呼びしたんですけれども、中村家、中村さんち、じゃあ妹の先に言っとこうね、ごめんなさいね。お姉ちゃんが一代さんで妹がいゆさんなんだけど、もういっちーって言ったらお姉ちゃんね、いゆ、うん、ってやったら妹ね。
ということで、私はもう一と U で呼んでいくよ。うん、じゃあ U に答えてもらおう。中村家は何人家族ですか？でも7人かな。7人かな？確かめて。何人家族ですか？7人。はい、お父さんとお母さんと、いおり。いおりはお兄ちゃんと、はい、いちはお姉ちゃん、はい、私、はい、私、はい、いゆ、妹のいたといせ。いたといせが双子なんだよね。はい、子供が5人、お父さんとお母さん足し算で 5+2 で7人、はい、7人家族だね。はい、じゃあいちお姉ちゃんに質問しましょう。お父さんはどんな人ですか？お父さんは、ケーキ作るのが上手で、はい、怒ったら怖いけど、うん、でもなんか前もディズニー行くときにサプライズで、そうそうそう、優しい。なかなかこのサプライズがイケてるんだよね。後でまた紹介できそうな時に私話するからね。はい、はい、父さんかっこいいよね。うん、かっこいいじゃん。え、なんで笑ってるの？自慢のお父さん。自慢のお父さん、いいねいいね、お父さんかっこいいよ。そしてじゃあいいに聞こうね。今度はお母さんはどんな人ですか？とマジで怖くて。本当に、うん、どれぐらい？10のうちどれぐらい？注射は怖い？いいよ。怖くない。あ、怖くないのか。じゃあいいや。お母さんはどれぐらい怖いのかな？うん、怒るの？うん、マジで怖い。じゃあなんか悪いことしてるから怒ってるの？うん、もう一人で怒ってるの？何、うん、なんで怖いの？悪いことした。じゃあ悪いことしてる人が悪いんじゃないか。まあどれぐらい怖いのかじゃあ説明して。はい。もう触ったら熱いぐらい。熱くはないよね。さ。でも優しい時もあるでしょ。怒って、うん、許してもらうのに時間がかかる、うん、あ、そうなんだ。じゃあ後でお母さんにもちょっと相談しとこうね。はい。入ってオッケー。じゃあミキ先生とねちょっとお話ししましょう。最初にね、さっきお話ししてくれたお兄ちゃんがねピアノを習いに来てて、いっちゃん何年生の時にピアノ始めたか覚えてる？3年生4年生でもさ、うん、お兄ちゃんがピアノ習ってた時は2人来てたわけ。なんかお迎えの時とか、うん、そうそうそう、遊びながら来てて、うん、でなんかねお顔知ってたんだけど、ピアノ習いたいって始まった小学生後半だよ。あ、後半っていうか中学年高学年なる前ぐらいだよね。4年生とか3年生とか5年生？え、5年だ。5年なんだ。5年生ぐらい、あ、かなぐらいに、うん、あ、4年の中半から入ってきて、うん、でだよね。なんかで、今年の春の発表会には妹の EU も一緒にね、お姉ちゃんたちと歌ったんだよね。超ガクガクした。本当？うん、練習よりやん。何の歌歌ったんだった？キローロの、キローロと、なんだっけ、サンゴか、サンゴ、うん、HI のね、泉さんの歌のサンゴの命のリレー。そう、命のリレー、うん、上手だったよ、うん、ねえ、なんか堂々として歌ってたし、なんかさ分かんなくなってから、うん、あ、そうなの？最後のラララが終わってた。終わってた、終わってない、終わってない、大丈夫だったよ。感動したはずよ、多分お母さんたち。うん、多分私はこっちの気持ちも考えて。じゃあなんかさ、そうそうそう、一人で歌った方がね緊張するけど楽。あ、本当、うん、じゃあね、一というの好きなことまで教えてください。一番何してる時が好き？楽しい。好きな時は寝てる時と、あらら、はいはい、寝てる時と、うん、友達と遊んでる時と、うん、YouTube 見てる時。ああ、 YouTube ね、今時だね。いいわ。でも読書することと、かっこいい、はいはい、読書、友達と遊ぶことと、うん、音楽聴くこと。かっこいい。じゃあさあ2人とも YouTube 好きでね、音楽好きそうなんだけど、一番最初にじゃあいっちが好きな曲をまず紹介してもらおうかな。曲を紹介してほしいなと思います。今日は何の曲を紹介できしますか？テイラー・スイフトの、テイラー・スイフトの、うん、言えますか？名前が We are never We are never getting back getting back。 聞いてみましょうか。お願いします。今曲が流れている。トワイスはいつもですか？そうです。2曲です。名前わかんない。まあ、なんだった？トワイスの曲。チアアップ。チアアップ。チアアップ。うん。チアアップ。これも YouTube で見てるの？うん。いいね。じゃあもう、あれだね。停電してるとやばいんじゃない？
変な人も大丈夫か、 YouTuber 見れるか。この曲が終わったら CM に入ります。いいんじゃん、いいよ、もっと楽しく、カメラ目線でどうぞ。楽しすぎ、それ。そう、カメラに入るように楽しくして、いいと思うよ。で、ほんとカップしたかった、こっちで。あの、やったさ、カップ、あれなんだ、カップのアップ、あの、2人聞いてないし。3人でやったのかさ、カップの。ああ。3人でカップでやったの、カップ数何ある、やるのあれ。じゃあ、やりたかったんだけど、できない、難しいから、やらないな。楽しかったなと思って。これも学校で流れるの？聞いてない、聞いてない、聞いてない。一緒に一緒に。いいです、いいです。伊藤伊勢も聞く？伊藤伊勢も聞く？大丈夫の。じゃあもうすぐ英語喋れるんじゃん。喋れないよ。いや、わからんよ。よし、今度はなんか YouTube にも流れるんですよ。そうだよ、今度は EU の誕生日の話だね。席返してみる。今の音好きだったのに。あ、そうなの、聞いといたら、あ、途中で止まっちゃったから。シア、はい、もうすぐ始まるぞ。お届けしていますのはみきこの部屋でございます。本日は小学生の仲良し姉妹、中村一郎さんとイユさん、イッチーとイユです。イエイエイ、楽しんでますか？はい、楽しんでます。なんか全然楽しんでない。楽しんでたね。でもね、曲が流れたら一気に盛り上がってたね。先生、はい、さっきの CM で好きだった歌が途中で終わった。あ、そうか、じゃあまた CM 聞こうか。ええー、番組続けてて大変なことになる。はい、本日は8月9日なんですけれども、実は昨日ね、8月8日 EU の誕生日でした。イエイエイ、はいはい、広げて、ハッピーバースデー、おめでとうございます。そうよ、はいはい。EU は何歳になったんですか？10歳。あちらでどうぞ。100歳。100歳じゃないでしょ。10歳。で、今日もまた誕生日会する。ね、昨日は名護にお泊まりしてたんだよね。ね、そこでまたみんなにもお祝いしててもらったみたいなんですけれども、10歳の今日、今年の目標なんかある？とにかく楽しく生きる、うん、よかったらマイクに向かってどうぞ。とにかく楽しく生きる。そうでは、EU はもうそれでこそ EU だからね、楽しく生きてよ。もちろん。さあ、じゃあちょっと質問をもう少し続けさせてください。どうぞどうぞ。うん、イッチと EU は5人兄弟ですが、兄弟仲良しですか？いえ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 。なんでこれ、いえってすぐ言う。ちょっとさ、
仲良しの時もあるけどとかっていうのはないの。いえ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 、一つ、はい、うざいところ。誰が？お姉ちゃん。こいつじゃないでしょ。はいはい、二つ目何？二つ、うん、乱暴なところ。乱暴なところ。はい、乱暴3つ。はい、3つ目。もう3つぐらいにしとけよ。わがままのところ。あ、違う、あ、違う、何だろう、うざい。妹の、そうだね、妹の伊藤伊勢は双子なんだけれども、仲良くはならないの。4人で遊ばないの。伊藤伊勢のことっていい？はい、どうぞどうぞ。伊藤とは、はい、どんな乱暴位置に似てる。あ、そうなの。伊勢はすぐ泣く。あ、そうだ、泣き虫なんだ。で、チクラ。チクラなんだ、すぐチクってくれるんだ。じゃあさ、伊藤伊勢にもお母さんにも先生後で話しとくから、今度さ、じゃあ今度中村家の楽しいとこをちょっとお話ししたいなと思って。お母さんとかお父さんさ、もうさ、イッチーといい、もうみんな家族のことが大好きだわけ。サプライズでさ、ディズニーランド行った時最高だったんじゃない？もちろん。伊藤伊勢いなかったからラッキー。あ、本当？でもラッキーとかじゃなくて、あの時はもう5人で行きたいってお父さんたち の思いがあってさ、そして動画を見せてもらったんだけど、いやー、でもとってもびっくりしてたよね。お父さんとお母さんが内緒で、子供たちね、今日飛行機見に行こうって言って那覇空港に行って、今日の乗れるみたいだよっていう、なんかお試しでね、飛行機乗って着いて、じゃあみたいな、ディズニーランド行くか、やったーみたいなね。違う、あ、違うの。ドッキリはこんな感じ。どんな感じ？はいはい。お母さんは仕事があってすぐ帰るつもりだったけど、うん、飛行機が乗り遅れたみたいで、うん、それで、お母さん怒ってから、うん、お父さん、お父さんが昔行ってたホテル行こう行こうって言ってから、そのホテル昔なのに超綺麗だった。あ、来たけど帰りの飛行機に乗り遅れたというサプライズまで考えての、行って駅まで行って、じゃあもうみたいな、なんか行っちゃうかって行っちゃうかホテルに、うん、行ってサプライズするってだったけど、うん、でも、うん、電車に乗るときにディズニーが見えるから、うん、なんか感がすごいから、なんか、うん、気づく、行くんじゃねとかって考えるかもしれないっていうから、駅のトイレのところで、そうそうそう、サプライズ。なぜかトイレね。感動してたんだよね、お父さんの、計らい、お母さんの計らい、すごいね。そこまでも後でありがとういっぱい言っといてよ。ありがとうございます。さあ、何が重かった？演技？演技中、二人で考えてたのかな。二人でね、多分子供たちを喜ばせたいと思ってたんだと思うよ、うん、じゃあ、ここの時間になりましたので、この番組唯一のコーナーに突入させていただきます。おいしいもの最高、イエーイエイエイ。さあ、今日はさっきから話してるけどね、イッチというのお父さんはね、沖縄市 NBC 近くのバードランドカフェというカフェでオーナーさんしております。で、お父さんケーキ作りがね、とってもおいしい、上手ということで、イッチというに何がおいしいって聞いたら、はい、これはなんだ。シフォンケーキです。シフォンケーキです、ね、お父さんが作ったシフォンケーキをちょっとカットしてますが、じゃあ今からイッチとイユに食べてもらおう。そしてラジオの向こうにどれぐらい美味しい、どんな感じのケーキだよって分かるように、そう、説明しながら食べてみて。どうぞ召し上がれ。食べたことない。本当？食レポやったことない。だから今日は初めてさ、頑張って。イユ、どんなですか、食べた感じは？どんな感じ？めちゃめちゃうまい。めちゃめちゃうまい。はい、つまむぎしたけど、さっきつまむぎしたけど、はい、うまかった。うまかったな。はい、ふわふわでパンみたいにふわふわだけど、うん、甘いから、うん、食べやすいね。食べやすいね。先生さ、実は食べたことなかったので、後で食べます。楽しみにしてます。なんかね、お父さんのカフェ私好きでしょっちゅう行ってるんだけど、カレーは大好きなんだよな。グリーンカレー、グリーンカレー、そうそう、大好き。いや、グリーンカレー。そうだよね、うん、で、お父さんはさ、このやっぱり甘いのスイーツがなんか得意って言ってたよ、うん、ね、だからいろんなスイーツね、挑戦したらイッチというのすぐ試食させるの？うん、しない。あ、しないの？うん、あ、だけど前新作ができた時には、うん、これどうかなとか、ちっちゃいのを、うん、持ってきて、うん、持ってきたっけ、持ってきてないました。はい、持ってきました。いいは食べてないかもしれませんけど、それを食べて美味しかったから、うん、いいねって出てる。あ、いいかも。じゃあお父さんのこの美味しいシフォンケーキを食べながら、今度はいいのおすすめ曲を聞きたいなと思ってます。いいの今日のおすすめ曲は何でしたっけ？さっき決めたんだよね、うん、最近日本でデビューした TWICE、うん、っていう韓国メンバーの、はい、
チアップチアップ聞きましょうか。じゃあお願いします。日本語バージョンだね。完食がいいのかな。完食。そして先生はバードランドカフェの、あ、これ見えないんだもんね。バードランドカフェシールだけ見せたけど、綺麗なお皿片付け、曲もいい感じ。あ、もう自分の曲持ってる。すごいですよね、サプライズ。びっくりしました、私も。ねえ、ディズニーランドのはしゃいでもしてお二人と、うん、あのその瞬間を撮っとこうと思ってて撮ったみたいで、自分で広げたの。ハッピーバースデー。見え方ね、こっちに映ってんだよ。途中1分ぐらいになったらちょっと BGM でいきましょうかね。顔が見えるように映ってよ。顔が見えるようにちょっと移動してよ。マイクで重なりそうだから。はい、お届けしていますのは TWICE のチアアップって曲だよね。私初めて聞いたんだけどさ、なんかもう今にでもイッチというこのメンバーに入りそうだよ。え、なんで？なんか可愛いし。韓国語喋れん。え、なんで日本語で歌ってるからいいんじゃない？いけそうだよ。それに、うん、ロッチも肌荒れが。はい、なんでどういう意味？全然大丈夫よ、この10代でしょ？全然大丈夫。10代って10歳になったばっかりさ。だからさ、もう10歳になったら10代って言うんですね。そうなの。そうだよ。残念ながら10代ですよ、君。さあ、じゃあお二人にはさあ、さっきも出てましたけど、お父さんとお母さんにちょっと手紙を書いてもらいました。速攻書きましたね。ね、速攻書きましたね。先にじゃあ、うん、EU からお手紙読んでもらおうかな。年上から言うべきでしょ。でも年上が締めるから大丈夫よ。 EU から読んでもらおう。はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあいくよ。はい、どうぞ。お父さんお母さんへ、うん、父さんはとってもかっこよくてケーキが美味しくてちょっと怒ると怖い人だけど自慢のお父さんです。お母さんはとっても怖くて怖いけど私たちの面倒見が良くてとっても大大大大大好きなお母さんです。お父さんお母さんいつもありがとう。父さんとお母さんが大好きな中村いゆより。素晴らしい。じゃあお姉ちゃん、はい、お願いします。お父さんとお母さんへ。いつも掃除をしていなかったり皿洗われていなかったりテーブルの下汚かったりして怒らせてしまってごめんなさい。前 iPad を勝手に部屋に持って行ったのもごめんなさい。何回も手紙を書いて今度から気をつけるって書いてるけど直してないところもあってごめんなさい。でも、お父さんのケーキも好きだしお母さんの料理も美味しくて好きです。だから怒らす時もあるかもしれないけどこれからもいつものように怒ってください。だけど時々はどっかに連れて行ったり楽しい思い出を作ってください。大好きな一応より。へー、ありがとうございます。かっこいい。こんな番組だったかな。素敵な番組になってきたぞ。さあね、お父さんとお母さん本当にさみんなのために頑張ってお仕事してたり、うん、ね、
子供一番家族一番って一生懸命考えて頑張ってると思うから2人も頑張ろうね。はい、さあそして夏休みだけど宿題終わってるのかな。いいえ、もちろん終わってます。終わってすごいから頑張れ1号も終わるんですよ。素敵。終わってる子いるけど。お姉ちゃん頑張れよ、もうちょっとだよか、大丈夫よさあ最後にじゃあ2人の将来の夢を聞きましょう。イッチは何になりたいのかな。将来の夢は、うん、お父さんみたいに人がいっぱい入ってくる可愛いお店を自分で建てて、うん、料理パティシエケーキを作る人になりたいです。いいね、はい、頑張ってくださいね。じゃあイユは私はちょっとお父さんが絵が好きで、そうだね、絵も好きだから、うん、お父さんみたいに可愛い絵が描けるような絵本作家になりたいです。絵本作家素敵。なんかこの絵本楽しい、すごいと思った絵本ある？イユすごいなと感動した絵本とかがあるの？ちょっと泣ける話なんだけど、はいはい、死神さん、はい、これ泣けるの？泣ける。これあのなんか、絵本？そう、なんか最初に、うん、皆さんは自分の誕生日、生まれた日は知っていますよね、うん、でも誰も、うん、自分の死ぬ日は知りません。 そうだね、それを決めるのは死神ですみたいな感じ。へー、ちょっと探してみようね。ありがとう。でもさ、この2人のね、将来の夢、本当にお父さんお母さんも絶対応援してるだろうし、絶対実現できるように頑張ってよ。はい、応援してますよ。はい、はい、今日は夏休みの時間にね、今日来てくれて本当にありがとうございます。ミキ先生、とっても楽しかったんだけど、どうだった？楽しかったです。緊張してるけど、うん、もう終わりってば、この音楽が流れると。マジか、マジかだよ、本当にびっくりでしょ、はいはい、早いんでしょ、うん、ね、またいつかね、遊びに来てほしいなと思ってます。はい、素敵な来週、あ、ごめんなさい、来週も素敵なゲストさんを迎えしていきます。来週のゲストさんは音楽大学で勉強している女子大生2名お迎えしていきたいと思います。皆さんもどうぞお楽しみにしていてください。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。お相手は川光美希子でした。お二人ともどうもありがとう。チャオチセンティアモアラプロシマセティマーラ。最後の先生何語？イタリア語。イタリア語なの？イタリアに住んでいた。そっか、そっか、そうだからイタリア人が聞いてるかも。わお、すごいね、すっげー。なんでビビった。音楽大学、音楽大学で勉強している女子たちが来週は出てくる。